今日はですね、ボンカレーよりも早くホワイトソースを作ってみたいなと思うわけです。さて、まずこちらで、今日はですね、趣向を変えてちょっとF1 っていうのがあったよな、あったっていうか今もあるんだろうけども、高校生の時にやたら流行ったんですよ。なんかセナだのマンセルだのっていう時があったの。牛乳ね、牛乳火にかけて、でそれのオンボードカメラっていうのがあったというのを思い出し、はたと、じゃあこういうのもありかいなと思ってですね、やってみようと。牛乳の中にコンソメを1個入れます。はい。で、あ、そうそう、今日のベーコンも入れちまいますので、ベーコンも あらかじめ手切って、きれいに切ってあるんで、ご安心ください。ノロウイルスの感染の心配は多分ない。でベーコンも入れちゃいます。ベーコン入れると非常に美味しいですよね。ほい。で切ってる感じ、こんな感じっていうので非常にこうざっくり切ってますよね。はい、出来上がり。でその間にホワイトソースだけ作ると間抜けなので、エビピラフっていうのを、はい、ここら辺に用意してみようかなと。エビピラフ、これ冷凍もんです。冷凍もんをよいしょ、よく切って、ここら辺ズルしちゃうよ。ゾロゾロゾロってゾロ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 入れて、でミックスベジタブルなんていうのもここにあります。はい。でミックスベジタブルもゾロ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 、はい、入れた。電子レンジの出番で、であらかじめお湯沸かしといたんです。ちょっとズルしましたね。はい。であらかじめお湯を沸かしといたので、ゾロゾロとタッパに入れて、で今便利なんですよ、早湯で、1分30秒だって。1分半で茹で上がるの。ゾロゾロって入れとこう。で電子レンジをズルして2段重ねと。はい、こんな感じです。はい、2段重ねで本来やっていいのかな、こういうこと。でじゃあっていうので、そろそろこちらが出番すな。まずベーコン入れます。ベーコン入れて、バチバチいう音だけしか映ってないみたいなんで、ごめん、やっぱり普通に戻す。こっからこう行こう。見えるかい。よし。で今ベーコン炒めてるんですよ。こんな感じ。ベーコン炒めてる間に、今度はくにさんは、バターとかマーガリンが本当はあんまり得意じゃないんですよ。だけどもガーッと入れます。多分家に置いてても使わないので全量入れちゃおう。そうこうしてるうちに牛乳がブクブク沸いたんで、今火を止めました。でそこにホワイトソース作るのであるんで、ここに小麦粉を適当に入れます。小麦粉、ほら小麦粉だよ。ではで火をとろ火でとかってよく言うよね。あれだと非常に時間がかかってですね、作るのに日が暮れちまうんですな。
なので日が暮れないうちに食べたいなと思うわけですよ、私としては。で、お鍋の中はって言ったらどんな状態って言ったら、こんな感じで、こっちにはコンソメの素を入れた、見えるのかなこれで、お鍋、もう牛乳が膜張ってますね。これでいいんです。で、小麦粉も計量して、本当は入れなきゃいけないとかってなんかガタガタ言う人もいるんだけども、適当でいいです。で、それこそホワイトソースを作って濃度が薄くなっちまえば、シチューにしちゃえばいい、で、シチューにしちゃって、で、今日シチューなんだよって言い切っちゃえばいい。で、今度はって言ったら、なんだ、濃度が高くなりすぎちゃったという時には、適当な具材とですね、家にあるお残りの具材と混ぜ合わせて、もうちょっと小麦粉入れようか。あれ、小麦粉どこ置いた？わし。どっか行っちゃったね。あれ？今どこに置いたんだろう。まあいいや。ほんで、じゃあ、低濃度のままでいきます。で、こんな状態になったんで、火をいっぺんちょっと弱めつつ、ガバーンってもう牛乳入れるんですよ、一気に。ダマになっちゃうんじゃないのってならないんです、これで。はい、ほら、混ぜていくとどんどん濃度が高くなっていくでしょ。見えるのかな、こういう感じで、ほら、混ぜるたんびに。で、火をもう止めちゃいます。ほらほらほら、ダマにならないんですよ、あっちゅう間に加工すると。よいしょ。で、ダマンダマンならずに、こうできたところに、俺がで、タイムじゃん、バジルで、味塩コショウでパッ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 、これ出が悪いっすな、ほい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 、こんな感じの味をつけて、ぐるぐるってやったら、はい、ボンカフェよりも早くホワイトソースができるというところでありました。イエス。じゃあ次は盛り付け編だ。一遍ちょっとビデオ切るね。